ああ始まっちゃった。めっちゃ寒いな。そう、あれ言わなきゃ。やらねばならぬバーチャル YouTuber たるもの、ホラーゲームは避けては通れぬ道。はい、皆さんこんにちは。キリーツ、気をつけ。こんにちは、月野水太です。はい、ということで、アウトラストっていうクソ怖いゲームをやっていこうと思うんですけれども、これ実は2月ぐらいにやってたんですよね。そう、まあでもなんかちょっと怖すぎて中断してたんですけど、まあさすがにね、半年経ったから大丈夫だろうってことで続けていきたいと思います。これ本当に私一応ね、パート 1,2 って動画あるんで、別に見なくてもいいんですけど、はい、始まります。見なくてもいいんですけど、まあなんか私は一応見返しました。はい、ここねはいはいはい、まあここねって言っても初見の人わかんないと思うんですけど、なんかね、このアウトラストっていうのは、私がクラスメイトがなんか病院に、なんか精神病院かなに、なんか多分ね、肝試しに行ったんでしょうね。なんかちょづいたなんか林くんっていう人が、なんか廃墟のなんか病院に行こうみたいな感じで調子づいてて、なんか院長助けてって、結局ん誰だそこにいるのは、あれは、そうなんですよ。で、まあなんか院長助けてって言うから、私が助けてあげようねっていうお話です。以上、多分そんなんだったよね。これどうやって防…あ、こうね。これもういっ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 え、どこ、今彼はどこにいる、わかんない、見えないから怖い。静かにしなきゃ。見つかってない。オッケー。オッケー、ドア閉めろ。ドア、どこ今やめていいっすか、マジでこれ。もうほんとに、もう手がさ震えとるんだわ。もうやめろよ。はい。でも慣れる、これ慣れるわ、いける。ちょっと今マジで涙が出てる、今一筋の涙が今一筋の涙が頬を伝ってるんですけど。はい。音鳴らすな。オッケー、落ち着こうぜ。ここじゃないね。あ、こっちじゃないかな。これ今なんか矢印でメインブレーカーって書いてあった気がする。オッケー。どこ？メインブレーカーってどこだっけ。あ、これ混乱してさ、マウスがブレまくるの。そしたらさ、できるものもできなくなっちゃうんだわ。いたで終わり。これで出てこれもうさ、ゴリ押せる。だってもうこれさ、あれ、どうやって出るんだっけこれ。違う、またここで迷う気か、またこ、もういい、行け、行ったれ、行けんだわ、私だって、ほら、ね。はい、行ける、これ行けんじゃない、これ行けんじゃない、こ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 、
りわりわり。アウトラストクリアしました。それでは皆さん、クリアしました、アウトラスト、やったー。気をつけ着席。以上以上、月の人がで、こっから先どうすればいいか全くわかんない。え、あっ、なに、もうめっちゃ出たくない、やばー、もう、あー、いつやめていいんだこれ。まだ16分しか経ってないらしいですよ、秘宝、秘宝まだ始まって16分。あー、絶対なんかやる、もう絶対。囚人の皆さん、この方々もしかして私のリスナーの皆さんだったりするんでしょうかね。あー、ちょっとちょっと、勝手に走り出さないで、気をつけ着席。言うとるでしょうが、私が全く、はあ、嫌すぎ。ちょっと、イブじゃんこれ、もうくだらない、はい、くだらない、開けちゃうよ。すごい、もじもじしてるねこれね。これ一生見つめ合うことできるのかな、もしかして。ちゅ、ここ一瞬開いたからこっちかな、あ、違う。私よくね、ケーキ屋にああやって張り付いてたよ、ちっちゃいから。電池どこにあるんだろう。こっちが正規ルートかな。やばいやばい、なんか行く場所がいっぱいありすぎて、どこに電池があるんだろうって感じ。やべ、こっち正規っぽいわ。おお、申し訳ありません。ちょっとあの、今のはあの、見てないよ、私。見なかった、見なかった。見なかったから。そんな凝視されたって困っからさ。いや、すごいね。やっぱね、あの、血液の濃度がとてもいい。若い人かな？私、献血行った時ね、あの、血液の濃度がやっぱ若い人はすごいいいねってね、褒められたけど、静かにしてもらいたいのですが、すいませんでした。どっち行けばいいのかな？ちょっと入ってみるよ。あ、開いた、開かないと思ってたら開いたわ。ちょっと待って、電池があるのでは。あ、何かしらロック、はいはい。んんん、あれ、あれれれれれれ、あれれれれ、あれれれれれれれ、あれれ、なんで開かなくなってんだよ、おい。ちょなんで、なんで、なんで、いやー、静かにしてもらいたいのですが、うる